はい、どうも行きましょう。27章続きですね。まあおそらく最終章でしょうというところで、いやー強い、あー強いな、これな、これ強いっすねこれ強いですね。夕霧さんだともう歯が 1% 出ちゃう、 1% 出ちゃうと、あー微妙、お互いちょっと嫌な顔してるねあー強いね、あーた強いのね、ドラゴンマスター強いのね。あ、でもスレンドスピアだから逆にこれでもいいのか。あ、ドラゴンキラー、オッケー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 、じゃあ余裕だわ。まあ余裕だわと言いつつちょっとね、ちょっとやばいと。まあまあでもこっちからまあ片付けよう、持たせてよかったドラゴンキラーと、にっこり風花。ちょいと待ってね、ここがやばいから、ここまで下がって、あとこの七難即滅っていうのが、離れた味方を自分の隣にワープさせる。よし、これ間違ってたら最悪だから、これで大丈夫だと。ぬん、オッケーよと。いいっすね、育てた甲斐があった。なぜ魔力上がる剣の達人なんぞや。剣を装備して攻撃した時与えるダメージプラス5、強い強すぎ。ほんでもってこれでな、かわせば大丈夫だと。川島さんで、でまあ単に下行くんじゃなくて、ここがやばいから、ここね、ここでやれば、そうね、大丈夫ね。よし、ちょっとちゃんとしとかないと。で杖、七難即滅、風花、おーし、ナイス。多分ここら辺とかに来んじゃねえかなってちょっと思ってて、そうするとちょっと厄介だよね。まあまあ、もう、うん、ギリ、いやー、なんかちょっとこっちのギリギリまで押さえといて、これ誰入ってるの？椿か。まあ椿だったらいいか。アシュラ、こっちはもう任せるしかないな、この二人に。どうなの？うわー、強え。いや、落とさないとダメだな。落とさないとダメですね、こやつら。調子に乗ってますね。いけるね。まずいける。あー、まあ大丈夫か。刹那行ってあげて。あー 1% あるんかい。スレンドスピアの1、あ、40、40、あ、ちょ待って、40でも倒せ、うわ、さすがドラゴンマスター、さすがですね。ただし封刃、いや届かねえわ、届かねえわタクちゃん届かなかった、ごめん。あー、なるほどね。だ、これか、これで一旦19与えといて落とすか。よし、オッケーオッケー、これでもうボッコボコだと。よし、めっちゃほら経験値もらえる。ふむふむと。よっしゃ、あーでもこれこっちでいけるか。あー、無理ですね大丈夫、その時のためにこの射程さんがあるんだと。よし、 OK で刹那で落とすよと。すんと、残念でしたよと。このさ、この緑が謎なんだよな。
やっぱり回復ってことでいいのかな、こいつのドローみたいな。ああ、あいつドローするよ、レスキューするよっていうことなのかな。そういうことなのかな。オッケーオッケー。あ、でこれでバーサーカーの、あ、 0% ですね。残念、 0% だと。じゃあ大丈夫、じゃあ大丈夫だけど、念のためここで、念のためここでこうだと。さあ、あら、よし、火の花、火の花だけね、大丈夫ね。一旦下ろす、一旦下ろしてみるか。よし、この最強の布陣、最強布陣、もう安牌のポジション取りで絶対負けませんよっていうね。何ダブ、あ、勇者の斧みたいな。いや、危ねえ危ねえ。まあ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 、てかよくダブルで当てたな、ダブルっつうかよく当てたなこいつ。ほら来た来た、ほら真ん中来たでしょ、言った通り。あいつチキンエスケープだから、一人ちょっと違った行動して、俺やってやんぜみたいな行動してね、やってんだけどね、実はそんなにっていうやつ。まあ後ろ下がれば大丈夫だし。わあ、これ広いな、広いなこいつな。広いけども32、速さ24。あいつさえ気をつければ大丈夫かな、大丈夫な感じはするけどね。1,2,3,4,5、チュンチュン、 OK、 ゆっくりじっくりやっていけば大丈夫。基本的によし、大丈夫ね。魔防はクソ高いからな。よし、いけるいける、これまず落とせる、間違いなく落とせる。よし大丈夫、ビリーブビリーブ、大丈夫ね。オッケーよ、どんどん強くなっていきますわと。あのね、武器レベルが上がんねえのよ、なかなか。そこが辛いとこ。で、まあ、魔防か。低いな。魔防低い。魔防弱えな、みんなな。こっち弱えのよ、魔防は。高いのよ、アシュラさんは。逆にこうだ。お、こいつ、いいね。で、魔防高えから。鉄でアシュラさんやるね。途中で加入した割にはすごい。さすが元白夜。まあ今でもそうだけど、単に落ちてたわけじゃないのね。何の考えもわからないな。いいね、いいっすわ。麻婆高いのすごいいい。じゃあまあ風神球でいっちゃう。ほら見てくださいよ、タクちゃん麻婆上がって10ですからね。上がって10って、だからこれは風花、まあ、風花でいくか、これでいくか。でドラゴンキラーで一撃だと。ぬん、素晴らしい。でタクちゃん大丈夫、よし。どうします、夏で回復、懐かしく回復、50まで回復、42まで回復しますと。一旦オボロ回復しとくか、完全回復。カムイがちょっと、サクラが遠いね、一歩左行かないとダメか。ここにどうせ移動する、まあまあまあいいや、あんまりもう考えないでいいわ、そんな考えないでいい。少し離れた見方を非常に大きく、よしよし、これね、よし完全回復、 OKOK、
これでまあ OK です。この2人まあ3体こいつねこいつね刹那をもうこいつ呼ばわり来ても大丈夫と。まあ本当にあとはここ左右ですよね、左右の増援に気をつけると。あら危ねえ危ねえ、結構危なかったっすね今の。下手すりゃちょっと、そうか、まあガードあってよかったと。ああ危ない危ない。ちなみにスレンドスピア、いやちょっと危なかったっすね、一瞬ヒヤッてしたね。まあ事実上ちょっと危険だったと。かなり危険、かなりですね、かなり危険でしたね。まあでも倒しますと。これはもうこうでしょう。いや強い、反撃できない敵に対してはオロチ最強ですね、最強。うん、もう本当に、うん、もう上がんねえ、上がんないのこれ。魔力最強なのこの33っていうのがちょっとかなりの緑色になってると。そういうことかいね。いやー強い。 OK、 フィンブル、ライナロック、フィンブル、なるほどなるほどと。マボ、そうね、あ、じゃあもう刹那でいいけども、いいけどもダメージが通らんな。ダークナイト強いね強いね、ダークナイトさん。サクラでもダメだろ、強いのよね。まあでも刹那で耐えるしかないですか。これで魔防が、あ、魔防めちゃめちゃ下がるね、それダメよ、これダメよと。こうしといて耐えてもらう感じだね。そうね、ダーで誰か入るか、力上がる、2上がる、どう速さ、あ、ヒノカ入る、あれ春祭、春祭じゃないよ、防塵だよ。おお力が上がり、あ、ヒナタでいいのか、違う、よし入りましょう、これでよろしいかと。で一気に次のターン叩き潰すと、そういうことですね。よし見てろよこの野郎と。え、大丈夫ね、よしよし来いよと。飛んで火にいる夏の虫と。そう、守備高いね、ダークナイト強い、お強いのねと。いや魔防高いのすごい、すごいいい。あれあいつも来んのか、めんどくせえなーこいつな。なるほど、一発耐えられる状態にしとかないとダメですと。了解と。ちなみにこやつはアーマー系なんですかと。アーマー系ではないまあまあ、じゃあ行きましょう、こいつから倒すか、この方から倒しましょう。
でも強いね。よし、銀で。よしよし、よいよいよ。削っといても遊戯タクちゃん、タクちゃんでも、ああ強い。なるほど、タクちゃんクラスでもやっぱ守備力高いやつは強いね。下で倒しときたいのよね。選択肢が本当あると迷っちゃ、まあ夕霧さんで安全で倒しとく、安全で倒しとこうか。15食らっても大丈夫だもんね。 OK、 もう完全に倒しとこう、完全に。これはまあよしよし。でまあ風花ですか、ここで切っとくと。当たらんのよと。 0% って気持ちがいいっすよね。守備、今度守備上がってほしいな。力もいいけど。あれ、そうか、刹那で入ったとしても微妙なのか。まあでも削るだけ削っとくのはいいね。削っといて、ここ上大丈夫っすよね。1,2,3,4,5、1,2 大丈夫で、アシュラさんも食らっても大丈夫だから、大丈夫。手堅く手堅く、 OK で、杖を使ってあげると。そんでもって来てもらっても大丈夫ですっていう、大丈夫や。32,24、大丈夫、安心していけと。いや、サイゾウが意外に伸びがもっとさ素早くなるかなとかって思ってたんだけど、そうでもねえのね。逆にミコ、サクラを、ここか、逆にサクラを縦にすると。こうこうだと。これでもう全員大丈夫ですね。よし来い。で龍馬来るんだ。やっぱそっちなんだ、やっぱそっちなんだ。一応一番安全そうなね。まあでも風花が一番安全だよな、本来はな。よし、ゴーゴーと。風花と本当にさ武器レベルがさ、なかなか B から A になんねえの。でまあいつも通り一体ずつ剥がしていきましょうか。あ、すげえ、移動力がすごい。え、そうでもねえ、移動力上がるのがいいね。これでアーマーキラーでいいのよね。アーマーキラー装備、一回ガードできるかな。で応援、あ、でもあれか、スレンドスピアで来ちゃうのか。まあそれはそれで、それはそれでと。スレンドで42、まあ大丈夫でしょうと。一応入る。ああ、まあまあいいや。 OKOK、 大丈夫大丈夫。
これ増援ないんですかね。増援ないならもうこのまま終わっちゃいますけどね。案外一番ここが簡単だったみたいな。いやそれはない、そんな感じではないでしょう、さすがに。それは多分ないと思うんですけどね。うわすげえ食らうな。オッケー、はいガード。これ勇者の弓だから気をつけ、勇者の弓じゃねえ、勇者だから気をつけないとダメですね。砲台もないしさ、まあ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 気をつけていけよと。でここ行くと 1,2,3,4,5 スレンドスピアになるのか、スレンドスピアちゃんになるから、まあ危険を犯す必要ないな、危険を犯す必要はない。ここはもう素直にこっちで行きましょう。で回復、回復をしてあげると、サクラリティで大幅回復。オッケーよ。これ誰が誰に乗ってか分かんなくなってきたな。もうアホなんで基本的に。ちょっと一回ちょっと一回みんな下ろしてあげて。ちょ本当に分かんなくなるから。OK。これで OK ね。でカムイに来ますよね、スレンドスピアが。一応乗ってあげよう。これは分かる。もう一回みんな下ろしたから。届かねえか、大丈夫か、一応応援。よしよし、オッケー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 、さあ来いと。よし大丈夫、ビリーブで。いやーでもこのままもういけますね、これは。わかんねえから倒せるやつでいく。よし、オッケー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 。あれ浅間、あれ浅間はこっちか。よし、オッケーですよと。でもうこやつらだけですよね。で移動してこないからと。増援とかな、近づいたら来るとか普通にあるからな、あいつらな、普通にあるから気をつけないとな。よしよし。まあでも来たところで大丈夫でしょう。いやーなんかこのぐらいの難易度だったらもっと適当にペラペラ喋りつつ、まあいつもそうだけど、まあそんな喋れないけれども、やっぱりねシミュレーション RPG はねちょっと集中しないとね変なことになっちゃうからね、そこがなかなか難しいところよね。大丈夫ねと。どんな感じなんと。いけちゃうね、いけちゃいますよと。でしかも何、デュアル発生しないの、これ発生しない、ちょっとかわいそうだよ、デュアル発生しない模様みたいな。ベルベルク、射程は1から3。なるほど。と青の S になってんだよな、羨ましいなあと。まあ一旦そうな、ここで救出がやっぱり役立ってくるんだな、結局な。79%か。
何回同じことやんだよと。倒してこれで倒せねえのか。支援 B、 さくらが支援 B ね。ここを行ってあげて、これで多分100なんねえのかよこれ。100、こっから上がるってことなのかな。ちょっと一回見ていい？そういうところ、そういうところなんだよな。で浅間が、あれ浅間どこ行った、いた7、7難即滅あるよね。これで七面即滅届くね。よし、隣から倒していこう。こういうやつらが厄介だですからね。31だよな。ちょっと待って、スキル持ってんじゃんこいつ。やばいなこれ。待ち伏せと魔導書装備、まあプラス5だと。これ何、自分から、ああセミ吸収ね、吸収な、なるほどな、なるほどな。 OK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 、 ミリエルさんが使ってたやつな。よし、ここで命中がこっからさらに上がるのかどうか、それを見てみたい。援護しよう、必殺回避。いやー微妙、当てろよ。よしよし、オッケー。いやでもこれ逆にガロン、一回これは、でも一回一旦これは救出しよう、一旦救出しよう、これをね、カムイだけ救出してサイゾウだけ残すっていうね、そういう面白いあれもあるけど、あれっていう、これダブルで吸収される、吸収じゃねえや、救出されるのがいいよね。引き寄せ、入れ替えとかはあったけどね、引き寄せが、入れ替えって誰か持ってたんだよ、確か。入れ替えみたいの。あれなかったっけ？入れ、あれ、切り込みとか、あれなかったっけ？なかったっけ？誰か持ってたような気がすんだけどな。ないか。他使ってないメンバーがもしかして。でもう一回メイド倒しましょうと。いや素早いな。素早いのよメイド、すげえな、スキル、スキルがすごいのよ。魔法で攻撃されたとき受けたダメージ分敵だ、やばやば。幸運で発動 HP、 うわ HP がゼロになる、うわこれやだね、祈り。なるほどなるほど、結構むずくないですかこれ、倒せない可能性があると。さあ頼むぜ。これで祈り、いやー祈り発動しなかったね。勝てましたか。オッケーよと。よかった。でこれでさ一回ガードを作れたから、作れてるので、ここで秋祭り使って全開しないんかい。まあいっか、全開しなくてもまあまあよろしい。おやおやじゃねえよ、まあよろしいと。これで回復してあげて、でガロンを攻撃してくるだろう多分な。まあまあ大丈夫だと。
一旦見てみよう。いいね、愚か者め。貴様ごときはこのわしにアンやオガロに何ができるというのだ。身の程を思い知るがいい。私だってあなたを倒すことはできます。そうすることでしかこの戦争は終わりません。これは戦いを終わらせるための最後の戦いです。援護しよう。手を出すな。さ、何カッコつけてんじゃねえよ。カッコつけんなよ、サイゾー。よし、オッケー。じゃあちょっとね、多分エンディングもあると思うので、まああるかわかんねえけど、最後というか一旦動画を切りします。で同じ日にこれはアップしますので、見たい方は次の動画へ、でまあちょっと時間ねえなっていう方はまあ別の機会で、もしかしたらこれ最後じゃない可能性もありますのでね。はい、では続きの動画をお楽しみください。テッシーでした。